餌より数が少なくなってないか。かなり減ってるな。今回もひどいな。朝から叫び回って出てったと思ったらもう帰ってきやがった。何しに行ったんだ。さあな。しかしこいつらのしけた面から察するんだな、俺らの勢をダブにすることには成功したらしいぜ。エレン、耐えて。すげえ！すげえよ、調査兵団！あんなにボロボロになってお戦い続けてるなんて！兵長殿、娘が世話になってます。ペトラの父です。娘に見つかる前に話していことが。娘が手紙をよこしましてね。腕を見込まれてあなたに仕えることになったとか、あなたに全てを捧げるつもりだとか。まあ親の気苦労も知らねえでほぼけて嫌がるわけですわ。そのまあ父親としてはですね、嫁に出すにはまだ早いかなと思うわけです。あいつもまだ若いし、これからいろんなことが。エルヴィン団長、答えてください。今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士についてはどう考えますか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるには十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。